カールフリードリヒビルヘルムエミヒスーライ人間はドイツの主タンデスヘルライ人間公イギリス女王ビクトリアのイフケーライ人間公エミヒカールとその二番目の妻でザクセンコーブルクイコーレザールフェルト公、フランツの娘であるビクトワールの間の第一子長男として生まれた1814年に父が死ぬと効果の家督を継いだがまだ幼霊のため 母が後献役となった。しかし母は1818 18年にイギリス王族のケント王エドワードと再婚し、翌年イギリスに渡った。カールはバイエルン王国軍に仕官し、陸軍少将となった。1837年、即位したばかりのイフイモートビクトリア女王より、ガーター勲章を授けられている。1848年革命に際し、ドイツ国折政とされた。 ヨハン大公の指名により、フランクフルト国民議会が創設した、ドイツ国臨時中央政府の初代首相に任命された。ただし、在職期間は1848年7月15日から9月5日までと短く、すぐにオーストリア人のアントン・フォン・シュメアリンクに交代した。1829年2月13日に、ボヘミア出身の伯爵令状、 マリア・フォン・クレーベルスベルクと結婚し、間に二人の息子を設けた。ありがとうございます。